ヒールを脱ぎ捨て、ルールを脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。裸にならなきゃ始まらないショーの始まりさ。過去を脱ぎ捨て、昨日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。瞳を隠して逃げ込むなら話にならないぜ。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー、裸の触れ合い。春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー、見せるが勝ちだぜ。俺のすべてを見せてやる、お前のすべてを見たい。嘘を脱ぎ捨て、罪を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。男と女はアダムとイブ、可愛いものだよ。未来を脱ぎ捨て、明日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。弱いとこも見せちまえば綺麗に変われる。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー、人生のステージ。春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー、幕は上がってる。俺のすべてを見せてやる、お前のすべてを見たい。俺のすべてを見せてやる、お前のすべてを見たい。はい、こんばんは。今夜はね、ストリッパーを歌いました。で、今日仕事遅くなったんで待ち合うからね、なんとか2時前から毎日になっちゃうね。じゃあやろうかな。速度ね、遅いからね、ちょうどね。2023年、10月の10日火曜深夜、忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに、
包まれた時に男は酒を飲むのでしょう。飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで飲みつぶれて、眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことやどうしようもない悲しさに包まれた時に女は涙見せるのでしょう。泣いて泣いて一人泣いて泣いて、泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。また一つ女の方が偉く思えてきた。また一つ男のずるさが見えてきた。俺は男、泣き通すなんてできないよ。今夜も酒を煽って眠ってしまうのさ。俺は男、涙は見せられないもの。飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで、飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。はい、こんばんは。今夜はね、酒と涙と男と女を歌いましたね。2023年10月の10日火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。今日は遅くなっちゃったんで待ちやからですね。こんばんは。どうも遅いのもね、うん、さて、どうもね、うん、ネツさんどうもね、クリングさんどうもね、ヘビさんどうもね、サオギさんどうもね、シルバーさんどうも、うん、どうもね、ネツ、うん、じゃあさて、今日待ち合わなんでね、カップ麺だ、カップ麺、おなじみ、こちらへ行こうか、旅館のキムチの旨味、これ、ね、まだでも、やって2時になっとくか、2時まだとくか、うん、嘘ばっかだな、うん、うん、カリすいませんよ、これが寝るんだよ、うん、今風呂上がりよ、これが寝るんだよ、うん、これが寝んだよ、うん、まだ2時もだもんね、うん、わかりました、サオリさん、今日遅くなっちゃったからさ、これからよ、うん、爆笑問題か。はい、お湯ね。今日このカップね。まあ、ちょっとできるまで一杯飲もうか。できるまで一杯。今日の一杯。こだわり酒場のレモンサワーだ。じゃあこだわり酒場のレモンサワー。
ンナリン、サンタリン。川崎キャンプ場来てよかったね、一昨日ね。よかった、今回の連休ね。川崎キャンプ場からよかった。また行きたいね、あそこね。うん。はい、乾杯。あります、男女。本当ですよ。もう分かんないとしょうがないね。捨てませんよ、全部部屋に置いてあるよ。捨てようがない、面倒くさい、捨てないよ、別に。わざわざ捨てないよ、捨てる必要もないよ、別に。大津久保さんだもん、もったいないしな。思い出だよな、母親の服捨てないよ。そうよ、ヘビさん、3メートル、3メートルよ、うん、あれ、3メートルは本当に畳みやすくていいよ。半分によれば 1.5 だからさ、畳みやすい、うん、4メートル半分によって2メートルあるから、結構すっごいかさばいちゃって、うん、3、3、4メートルはね、1個引かない、4メートル、4メートルは1個だけ。あと3、3、3でね、あと、BB タープはさ、ライトはさ、三角 2.9 なんだね、3じゃなくて。で三角 2.9、 まあほぼ33だね。あとね、あと3メートルか4メートル、4メートルと3メートルもあるね、長方形。あれもいいかもしれないね。4メートル、3メートル。4メートルは畳みにくいけどさ、一辺が3メートルだったらさ、一辺の方を持てばね、畳みやすいもんね。プロっていうか一般的な、プロかどうかそれはわかんない、一般的なやつ。よく今、ネットで最大6000とかで買えるやつ。6000とか7000円で。プロとかどうそれわかんないけど、普通のやつ。33はちょうどいいよ。33。三角形のやり方いいね、三角形。あれ簡単ね、サンサン。あれよく、T 島さんがやってるやつね、T 島さんがやってる。あの、よく、あの三角形の折り方はさ、ペグも使わなくていいもんね、あれね。ペグも使わないで。四角形のさ、後ろから、二つ目。止めてね。バースじゃないよ、うん、まだ2時じゃないから時間あるよ、うん、風呂入ったよ。うん、笠木キャンプ場よかったな。うん、また行きたい、ほんと。年末年始なんかいいかもしんないね。今週、ウィキペディアかなんか調べてみようか。年末年始やってっか。年末年始とか空いてないと困るんだよね。見てみよう、あれね。あ、年末年始あそこ行くかな。今度年末年始行くはずいっぷり。あれ、いい。よかった。あそこいいな。関西本線乗ったから、あれ関西本線乗ったね。うん、そうしよう、今度ね。しょうがない、普通の河原だもん、学校橋みたいだもん。鹿島はさ、島だからね。鹿島に、だから、休みが多い時じゃないと3日じゃ無理だよ。愛媛だもん。うん。
休み多くないとね、愛媛だから、四国はさ。行きたいのがいっぱいあるよね。鹿島もまだもう一回も何回も行きたいし、その手前、それもそうだし、あれ、鹿島の手前の高松のさ、目利き島とか、あと沖島もできるんだよな、そこ。高松からフェリーで行くとこ。ちょうどか高松の上のところの、あれ、瀬戸内海のとこ、高松寄りのさ、あるよね。目利き島、沖島もあそこ、それぞれね、八重山諸いくつかあるんだよ。あれも行ってみたいね。あそこ、目利き島とか沖島の時はさ、高松の駅前にね、スーパーあるからね、あそこで買い物できる。面白くないと別にいいやん。かずまるくんどうもね。鹿島よかった。鹿島はほんと、あそこか、あれ、河原だからさ。よかった、でもあれよかった。雨だったら残念だったけどな。あ、くまちゃんどうも、ちょっと待ちやからです。こだわり酒場のレモンサワー飲んでます。夜食はカップラーメンだよ。カップラーメン、いつものやつ。今日遅かったからね。鹿島行った時いっぱいあるんだよな。テント泊って楽しいな。だな、テント泊って。鹿島も行きたいけどな。あれ、鹿島にいるところ、ほんと船って言ってもさ、ほんと2、3分だからね、あれがいいんだよね。お、目利き島とかはさ、あれ、高松からそれで2、30分乗るの、それなりに結構ちゃんとしたフェリーでさ。鹿島はほんとすごい簡単なあれ。船としてはあれ。東京湾のさ、猿島に行くような簡単な船ね、あんな感じの船。で、2、3分だから。近くていいよね。そうやれ、鹿島の行く途中のにはさ、アナウンスの録音でね、友近ちゃんがね、泣かれんだよね、かわいいね、あの子ね。かわいいね、あの子ね。友近ちゃんって女の子、かわいい。かわいい、あの子。あの子の録音の音声流れんだよね、鹿島ね。しげそぎだよね。しげそぎだよ。夏で撮る。できんじゃないよ、猿島は。行けますけど。猿島はあれ、泊まれないから、あそこ。帰らなきゃいけないんだ、あそこ。できんじゃないです。テントワークしたい、するようになったからね。行った頃、まだあの頃はさ、バーベキューの頃でしげ焼きだったからね。今、選択したい、なかなかね、猿島もできればいいのにね、選択ね。できないんだよな、あそこね、猿島。渡って、その人の家に帰るって感じなんだ、あそこ。選べないよ、みんな、それぞれだよ。選べない。選べないな。こんばんは。あ、そうだったんだもんね。今日遅くなったね、待ちだからね。見てないや、僕。仮想大学なんか何年も見てないな、何年も。もう30年ぐらい見てないね。30年来見てないかもしれない。30年以上見てないやん。仮装大賞。高校生ぐらいまでから見てたの、テレビで。見てないな。全然見ない、仮装大賞。
もうやってんのかな、笠大社でもうないでしょ、やんのあれ。ないの、やってんのかな、わかんない。言ってんじゃん、この帰り何分でかかるよ、入場料。うん、かかりますよ、入場料かかるんですよ。笠置がそうですよ、あそこね。うん、おかか、うん、この間の。かかりますよ、この間、勝丸君どうもね。誰もしないよ、誰も死んないからね。高校生クルーズ見てないな。あの辺見ない、あんまり。全然見ないや、テレビ。本当見ないの、テレビ見なくなっちゃった。昼休みしか見ないや、職場で昼休み。全然見ない、テレビ。本当見ない、テレビ。本当見なくなっちゃった、テレビ。ラジオだけだ。お墓はどこにでもあるよ、どこにでもあるよ、お墓って。あるよ。まあ薫だもんね、わかんない、それ知らない。うん、プリンプリン物語見てたよ。うん、石川ひとみちゃんが声優だよね。ただ今日はこれでお酒をいただいた。いつものお夜食はカップ麺だ。カップ麺こちらにします。トップボリュームのこちら。ごめんなさいね。こうか。うまい、このカップ麺ね。うまい、これ辛味があって値段の割にはいい。これ100円ぐらいでうまいよ。うん、うまい。今度鹿島行くときはさ、隣の鴨に直接行った方がいいね。鴨の駅前にスーパーあるんだよ。鴨の駅前に一駅だからさ。うん、鴨と鹿島、あ、いや鹿島じゃない、うん、笠木はさ、笠木の周りがさ、スーパーないからね。隣の鹿島の駅前にスーパーがあるんで、あそこ行って最初、そこから笠木に行ってね。うん、味はそんなか、辛ラーメンみたいにばっか辛くないから大丈夫。これ程よい辛さで、ね。シーラーメン本当バカみたいに辛いもんな、あれな。シーラーメンだから大根おろしでいいよ。あれ大根おろし用意しといて、出来上がるシーラーメンは。
あれ、うまいよ、あれ。大根の絡まってさ、うまくなるよ、あれ。中華麺はね。証拠は僕払ってってか、それが証拠だよ、払ったという。勝ち子の経験で、経験があるよ。分かんない、歌分かんない、覚えてないよ。美味しいよ、これ食べて。僕は美味しいと思うよ、これ。結構使うけどね、やっぱ。パスファインダーが一番いいかもしれない、パスファインダー。ペグの量をあんま使いたくなかったらさ、この間みたいに、千島さんがやってたやつ、あれは少なくていいよ、あれ。最低5本で立つからさ、あれ。三角形パギは。千島さんがやってる、紹介してたわ。あれ5本で立つんで。5本で、最後5本あれば。でも一番いいのはあれがいい。パスファインダー。パスファインダーはね、僕が例えば3本の後ろ3本立てて、打って、で、2本で5本で3本2本でペグ立てて、ロープ前で2本だから3、2、2、7でしょ。で、扉の方で9、後ろ引っ張って10本ぐらい使うからね、あれね、10本パスファインダーはな。だから前のロープをさ、一番パスファインダー一番最初、あれポール立てて、あれ1本にすれば1本少ないね。でも2本の方が安定する、あれパスファインダーね、ポールをやる。1本で出すけどね、風が強いので1本もちょっとフフフなんて、2本あると安定する。見てたよ。三角張りはさ、ペグとか使わない、少ない、5本あればさっきだからさ、だから撤収も楽、5本、5、
5本分だからね。やっぱパスファインダーが一番いいな、一番パスファインダー。うん、さっき見たよ、森光子ちゃんとさ、寺島純子ちゃんと泉みどりちゃんのやつね。37歳ではさ、桃屋の生 CM だよね、あれね。コマーシャルの変えられないためにして、スポンサーの桃屋のやつ、ね、よくあったね、桃屋ね、生 CM ね。あれ面白かったよね、あれね。主にも桃屋以外もあったけど、主に桃屋なんかね、生 CM ね。ワイドちゃん見なさいよ、あれ。あの時間帯って各組みたいなのやってるからね。あれ、だから普通にコマーシャル入ると変えられちゃうからでしょ、あれ。生シニムとした番組の延長線上みたいな感じでね。あった、もう、あの頃も桃屋って盛んだったな、僕、なんか40年、50年ぐらい前か。あ、いいのは見て、あれね、大阪製作のやつ、読売テレビのやつ。2時のワイドショー、木曜日が面白かったんだよね、2時の木曜日。木曜日に神田川料理道場だったんだ、あれ。2時のワイドショーね。神田川料理道場。僕、あれで神田川知ったんだ、あれ。神田川料理道場。前半がさ、嫁姑のさ、再現ドラマのやつ。あ、思い出すな。あれ面白かった、あれ。再現ドラマ、見せて、あとさ、都町長とかがさ、いろいろ言ってたやつね。スーパータイム見てない、あの時間帯も、TBS 見てた、スーパータイム見ないで。テレポーターでテレポートしますか、 TBS でテレポート、テレポート6ね、山本文夫さんが演じてたんだね。テレポートはあれね、 TBS のあれローカルね。でその後6時半からが JNN のネットのニュースね。あ、うまかった。じゃあ今日は今度あるね。おやすみなさい。今日はね、レモンサワーとね、こちらでした。ではまたね、また明日。遅くにありがとうね。今日仕事遅くだったので、街だからでした。おやすみなさい。また明日。遅くに、まだ2時半でよかった。おやすみなさい。ピンクさんどうもね。まだ爆笑問題聞けるね、最後のちょこっとね。おやすみ。また明日。遅くにどうもね。もう一回っていうか、これが寝るんだよ。うん。2時半、3時で寝れると思うんで。4時間は寝れる。おやすみなさい。うん。またありがとうね。また明日ね。遅くにどうもね。でまた、今日は寝んでおやすみなさい。